こちら、アンゴロです。今回は、なぜ億万長者プロジェクトで億万長者が出ないのかという質問について論理的に回答します。この動画でいう億万長者プロジェクトとは、参加者全員を億万長者にするプロジェクトのことです。億万長者プロジェクトにも種類があって、中には自動で億万長者にするものもあります。知識、経験、スキル、全部不要。作業なしの完全ノーリスクで 100% 億万長者になれる夢のようなプロジェクトがたくさんあります。何もしなくていいプロジェクトは、主に FX や仮想通貨の自動売買ツールか、タップするだけでお金が稼げるアプリが販売されます。では、このようなツールを使っても億万長者が出ない理由を論理的に考えてみましょう。なお、億万長者プロジェクトが全て詐欺と断定するわけではないので、誤解しないようにお願いします。商品には販売者と購入者がいて、今回のような問題を考えるときは、販売者の視点から考えると答えを導きやすくなるので、億万長者ツールの販売者の視点で説明します。まず、億万長者プロジェクトは、プロダクトローンチという販売手法を使うことが多いです。プロダクトローンチとはですね、販売前に見込み客を集めて教育して、最後にセールスを行って大きな売り上げを上げる手法のことを言います。具体的なストーリーでいこうか。仮に、あなたが元で100万円を1年間で 100% 1億円にできる自動売買ツールを完成させたとします。それを、プロダクトローンチを使って30万円で売ることにしました。まずはメールアドレス登録ページを作って、アフィリエイターにページを紹介してもらって見込み客を集めます。誰でも自動で億万長者になれるプロジェクトが始まったよ。無料で見れるから見るだけ見てみて。今世紀最大の億万長者プロジェクト、完全無料。メールアドレスの登録はこちら。これを見た人たちが億万長者になりたいと思って自分のメールアドレスを登録します。訴求力の高いものには3万人以上の見込み客が集まります。仮に2万人が登録したとしましょう。その後、見込み客に複数回に分けて動画を見せて、数パーセントがツールを購入します。仮に2万人のうちの 5% が購入したとすると、購入者は1000人。商品代金30万円 ×1000 人イコール3億円の売上です。売上3億円からアフィリエイターに紹介報酬を払います。メールアドレス1件につき、一般のアフィリエイターには1000円前後で、VIP のアフィリエイターには1000円から3000円が支払われるのが相場です。1件1300円が平均だったとすると、見込み客は2万人なので、1300円 ×2 万人イコール2600万円。利益は、3億円引く2600万円イコール2億7400万円になりました。ここで考えたいことがあります。2億7400万円は確かに大きな売上ですが、自分で開発したツールは100万円を 100% 1億円にできるので、元手を300万円用意するだけで億万長者プロジェクトの売上以上の利益を出すことができます。にもかかわらず2600万円の広告費を使って自動売買ツールを売りたいと思うでしょうか。自分で自動売買ツールを使った方が良くない？これが自動の億万長者プロジェクトで億万長者が出ない理由です。つまり億万長者になれるツールがあるなら人には売らずに自分で使った方がよっぽど稼げる。だから本物のツールを売る人はいないということです。購入者の1000人が元本100万円を1億円にできるとすると、1000人が稼ぎ出す金額は合計990億円に及びます。もしツールが偽物だった場合はどうか。購入者は1円も稼げずに参加費の30万円を奪われただけ。販売者はゴミ同然のツールを購入者に渡して2億7400万円を稼ぐことができました。あとはツールの調子が悪いとか地合いが悪いとか適当なことを言って時間稼ぎをして、購入者が諦めてくれれば無事プロジェクトは終了となります。
このように自動で億万長者になれるプロジェクトが登場したら、なぜそれを販売するのかを販売者側の視点で考えて納得できる理由が見つかってから購入を検討することをお勧めします。世の中に稼げるツールがあるかないかでは、稼げるツールはあります。スタップ細胞はあります。稼げるツールはあります。プログラミングの知識さえあれば誰でもツールを作れる時代なので、ツールを作って効率的に利益を上げている人はいるはずです。しかしそのようなツールは世に出てくることはありません。もし世に出てきてトレーダーの大半がそのツールを使って取引をすると、売買タイミングがかぶってたちまち稼げなくなることでしょう。まとめると、億万長者プロジェクトのツールを使っても億万長者が出ない理由は、本物のツールは人に売るより自分で使った方が稼げるから。億万長者になれるくらい稼げるツールがあっても世に出てくることはない。自分で使った方が稼げるし、飽和すると稼げなくなるから。以上、なぜ億万長者プロジェクトで億万長者が出ないのかという質問の回答でした。また次回お会いしましょう。